強い選手と戦えるような選手になりたいです。ありがとうございます。おめでとうございます。そして4区を走りました今井紀久選手です。おめでとうございます。トップで受けた襷守りました。振り返っていかがですか。そうですね、やっぱり、はい、自分がさらに駒澤との差を広げるっていうことが、自分の最低限の仕事だったので、それを果たすことができなくて本当に悔しくて、本当にチームに申し訳なかったんですけど、本当にね、僕は失敗というのを取り返してくれて本当に本当に最強の2人に挟まれて、本当にプレッシャーもなく楽しく走れて、本当に最高のチームで駅伝をやれて本当に幸せです。今のこの優勝に涙する姿、誰に見せてほしいですか。ここまでみんな映像に乗ってきた私は両親に、ちょっと今まで心配させてもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして5区を走りました設楽啓太選手です。おめでとうございます。改めて初めての5区山登りいかがでしたか。山登りということで、自分がキャプテンとしてしっかりやらない区間なので、そこはしっかり自分の役目を果たすのでよかったと思います。総合優勝から一夜明けて総合優勝、今どんな気持ちですか。まだ実感はないんですけど、本当に、この1年総合優勝目指してやってきたので本当に嬉しいです。今日の復路はどんな思いで見てたんでしょうか。本当に1分以内の差だったんですけど、復路の選手がもっとその差をそれ以上に広げる